今ね、遠い目、近い目じゃなくて、遠い目、これでも僕にはいい。けれど、これ僕にはいい。けど、これにはちょっと、もうちょっと、もうちょっと、これで、おお。疲れる寸前に横へ、早めに横へ行かない。疲れる寸前に横へ、早めに横へ行かない。はい、あかん。うやーって声を上げて、そして。で、止める。疲れる寸前に今という時に行った方が相手がついてこれない。今とかもここまで来とんだからな。その時の方がいい。ついてこれない。うん、いや、今。最初のやつは横は 100% に近い。けれど、後の前行くやつは50、50か、前60で後ろ、横40ぐらいのつもりでいい、うん。はい。それは相手が出てきたら横。まあ横。出てこなかったら斜め前。という考え方。斜め前もね、今いないか。50とか60、40言うたらということだ。これ相手の自分の身長差とか、相手の身長差とか、獲物の長さの差とか、相手がどのぐらい出てきようかによって違う。出てきようか出てこないか、出てきようか出てこないかだけではなくて、いろんな違いがあるから、一概には言えない。で、出てきたときはよ、出てこなかったときは、斜め前。それにいろんなレベル。はい、いいか。はい、出てくる。出てくるも、前打ちでもいい。月でもいい。まず最初、月。あいやーバーンこれ。え、面やったら、前行く。あいやーバーンこっちはもう。
遅れてるところで、たぶん。えやばい。打たれる瞬間とか、疲れる瞬間に起こる。片一方、前。それから、まあ状況によって、これ面を打っても、こっちを打ってもいい。打ちやすい方を打ったり。例えばこれ。割れに通りだ。えやほら、こっちでこっちで面を通る。こういうふうに、前のこっちは自由です。で、できるだけ気合を込めるのと相手を、まあ、声で圧するという気合を込めるのと、ブレッと言うたらあんまり効果がないと、ブレッと言うたらいいな。なんかこれで、うわー、だから、ブレッ、これね、一回ね、声を使ってやったらいいと思う。な。これは、一つの方法を示したんだって。あ、面打ちだけですか？じゃあ、それでも、お願いします。はい。いやこれは、こっちへは行きに、うん、このカチャンの場合は、わーってやっとるから、左右、どっちも空いてるから、こっちへ、こっち。この場合、わーってこう行ってしまった。これこっちへ行くんです。しんどい。あ、必ず、こっち側だけになる。な、今、ついてくるから。これよ、これは左はあまりいかんほうがいい。たかなとたかなはぶつかる。右、相手がついてきたら疲れる瞬間に右、ゆっくりやると、いい位置、疲れる瞬間に2。あんまり高い目をつかない。低い目をつく。できるだけ下の方から狙うこと。ここ狙わないことを言って。
あいつを食べて全く動かなかったところでもいいけど下の方がいい、はい、これで全然できない右前だけであれば横行くケースと前行くケースがある。遅れたら速かったら相手が横行く、遅かったら出る何枚月の場合は上から、面の場合は下から、一瞬の判断でという違いがあります。あとな、次、これの練習をしたのかな、まだしてへんねんな、はい、次